こんにちは。こんにちは。こんにちは。いやードームがね発表されまして、うん、もう、うん、座席どうするっていう話を今日はしたいっていうね。うんうんうん、ね、うん、もうすぐね締め切りになっちゃうから早く決めないとね。もう小藤さんは申し込んだんだよね。うん、うん、もう私はもう迷わず迷わず東京と、うん、あと、うん、なんとなんと福岡。おめでとうございます。おめでとうございます。行ってらっしゃい。一人で当たりますように。うんうん、あ一人そう、うんうんうん、そう一人、あの東京は友達と行きたいなと思って S 席に応募したけど、うんうんうん、もう福岡はもうやっぱりこの間のマナとのおかえり音楽室を見て、うん、行きたすぎて、うん、ちょっと一人でS 席に申し込んでおります。いや当たってほしい。いやいいと思う、いいと思う、本当にいいと思うね。当たってほしい、うん、ね。もうねなんかやっぱ特別じゃない、なんか福岡って、ね、うん、聖地だよね。そうそうそう、もうね聖地聖地だからちょっとね、いや当たれ当たりだよね本当ね。そうだよね、うん、れ小藤さんに福岡の地踏んでほしい。いやそうだよ。Vlog 見たいよね。Vlog ね。自分の家族の話なんてしちゃってるしてね、うんうん、いいねいいねいいね。小藤ファミリーの話福岡でするの、うんうん、小藤ファミリーの、あの父が影響されてるな、だいぶ影響されてるね。でも行きたいよね絶対福岡。いいな。そう、そう、うん、そしてそして悩める2人が目の前に。そう、そう、私まだ申し込みしてないんだけど本当に悩んでて、うんうん、うん、もうどうしよう。ポンさんもまだ申し込みしてない。そう、もう S か S 着席かな、うんうん、でアップグレードSS を狙っていくっていう感じかなと思いつつ、うんうんうん、ちょっと S って立ってみる、うん、私前回大阪ドーム行った時って SS だったから、もう始まったらもうずっと立ちっぱでこう乗ってる感じだったから、その上の方の人たちってどういう感じで見るんだろうっていうのが分かんなくて、こう立ってる、立ってた、立ってた、うん、あ、じゃあもう全然一緒か、もうイエーイっていう感じ。そう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 、うん、そうかそうか、多分着席して以外は、まあ、立って基本立って、うん、まあでもね疲れたりしたら都度座ってみたいな感じな気がする、うんうん、そっかそっか、うん、うんうん、じゃあ S かな、うんうんうん、で多分あれだよね、着席ちょっと終えてないけど、着席だと SS にはアップグレードできない、うんうん、あできるできる、今回できるんだよ確か。できるんだ、うんうん、でそれがどうなんだっていうのがちょっと議論になってたよね。ねえ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 、うんうん、あそっかそっか、うんうん、そうなんだ、そっか、うん、ね、悩むよね、本当に悩むよね、なんかちょっと S の幅があまりにも広いから、そうなんだよ、この見事にブルーな、うんうん、そうブルーな S の幅ね、そうなの、うん、このねステージの前の S、ね、うん、だったらいいけど、うん、このほんと外周の S もあるもんね。いや天井席の S はちょっと遠いよね。まあね、もうドームを見れるっていうだけでも、ねね、まあいいんかもしれないけど、うん、新曲をどうしてもやっぱりライブパフォーマンス見たいから、もう、うんうん、あの天井席、うん、もうウェルカムで、うん、見たいけど、欲を言えばピンクの隣の青い S がいいなっていう、ね、うん、SS の隣の S がいいよねみんなね、うん、そうだよあれはね、うん、そうそう、 SS 当てるよりあの難しい説あるよね。ね、確かにこの SS の横の S、うんうん、そう、ポンさんは京セラ、京セラ申し込み予定、うん、もう京セラドーム大阪、うん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 、のみ、うんうん、
そっかそっか、うん、いや私はその、うん、あ、うんうん、そう友達といつも誘って行ったりとかするんだけど、一人で行くこともあったりとかするんだけど、うん、今回、うん、あのアップグレードじゃん、うん、それがさ、うん、やっぱりさ同じ熱量じゃない人にやっぱりアップグレードを、そうだよね、まあ、ちょっとね、うん、金額も金額だから、うん、ってなったら一人で申し込みをするのか、うん、それとも友達を誘うのか、うん、ですごい悩んでて、うん、で友達は多分あの誘われたら行くけどぐらいの感じだ、好きは好きだしライブも大好きだけど自分では情報そこまで追ってないんだよねっていう感じだから、だからその子にアップグレードはさすがに言えないから、もし行くってなったら S で行くと思うんだけどね、だからその辺とかをすごい悩んでて、確かに悩み中、うん、最初から3万って言っちゃう、あ、なるほどね、なるほどね、その手もあるか、うん、そうそう、ね、3万だよって言っちゃ う、うんうんうん、びっくりするかもしれない、ね、いや ね、 ね、なかなかね、ちょっと覚悟はしてたけど、うん、あのチケット代上がるんだろうなって覚悟はしてたけど、3万ってなってる、ね、ったよね、やっぱ2万台かと思ってたよね、まだね、あ、まあ、そう思ってた思ってた、うん、でも SS 行きたいよね、うん、S やっぱ広いもん、ね、行きたい、うん、いや S はね、うん、広い広いよね、うん、うん、だったら何か我慢していこうって思っちゃう、そうなんだよそうなんだよそうなんだよね、うんうん、ね、ちょっと、うん、うん、ってなったらやっぱり一人で、うん、一人で申し込むのかなとか、そこで悩んでる、うん、アップグレードしたいから、うんうん、今回ちょっとその同伴の、うん、その一緒に行く組み合わせが難しくなったよね、こう、うん、そうなんだよ、うん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 、アップグレードするんだったらその人も入っとかなくちゃいけないでしょ、うん、そうそうそう、うん、だからその辺を、うん、要相談だなと思いながらまだできてないんだけど、うんうん、うん、確かになそう ね、 ね、でも A 席のところも結構、うんうん、こう出てきて端の方まで行ってくれるから近くになる瞬間もあるよね、意外にね、 その、うん、それもあるよね、うん、そうだから、まあ、そう横で見る感じにはなるけど、でも、うん、あのセンターステージのところに行ってやってくれるんであれば、うんうん、なんか A 席もありなのかなって、ちょっとこの座席だけ見ると思っちゃったりもして、まあね、うん、あの京セラじゃないけど、あのジョーホールで機材開放席で A 席的な、うん、あの前日とかに開放される時、うんうんうん、行ったことあるけどすごい近かったよ、京セラじゃないけどね、うん、ね、だから、うん、その S 席の人とかより全然距離としてはすごく近かった、うん、ね、なんかその見え方がちょっとその横からと後ろからだけになるっていうようなイメージなのかなって思って、うんうんうん、かな、うん、そうね、まあ、モニター見えない可能性はあるよね、あ、うん、そっか、そのやっぱいろいろ作り込んだあのモニター、あー、そうか、寸劇みたいなやつとかも、寸劇みたいな、あのドラマか、うんうんうん、ドラマみたいな、うんうん、が見えない可能性は、言い方ね、言い方ねでもわかる、かわいい、ちゃん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 、でも横にあるんじゃないかな、あの、あー、なるほどね、うん、このステージの、うん、その、ジョーホールの時はその客席の横にあったよ、うんうん、だから全然横向いたら見えたよ、へー、うん、へー、どうなんだろう、どうなんだろうね、そうか、うん、エコ富士山何にした、 S で申し込みしたの、 A も入れた、 S で申し込みした、S だけ、 A は入れてない、もう、うんうん、S だけ、うんうんうん、一旦、まあそのね、東京だけじゃなくて福岡も申し込んでるから、うんうんうん、ちょっと一旦 S 席で申し込んでかな、うんうんうん、でアップグレード当たったらね、うん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 、したいなと思って、うん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 、そうだよね、もうね積んじゃえと思って、そうだね、うん、かっこいい、積んじゃおうと思って、うん、かっこいい、だってそのために働いてるんだもんねそうそうそう、うん、頑張って働こう、ね、うん、頑張ろうと思って
ね、労働の対価、うん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 、すごい、あ、なんか勤労意欲が湧くね、うんうん、そうそう、本当に、うん、本当にそう、うん、本当に思ってる、あの、あ、よし、明日の会議で多分この S 席の10% ぐらいの金額稼ぐ不純だよでもそうなる、そうなるね、ね、うん、大事大事、そうそうそう、エネルギー源大事、うんね、エネルギー源、うん、うん、でもどうなんだろう、1時だからさ、1時、うん、でしょ、1時先行だから、うん、S でも、うん、こう前の方にしてくれたりってないかな、さすがに天井は一般まで置いとくとかないかな、どうかな、関係ない、もう全く抽選、いやー、分かんない、こればかりはね、こればかり分からんか、DMSG のみぞ知るかな、もう念を送り続けるしかないんじゃないかな、やっぱり、うんうん、S 席やっぱ広いな、うん、いや改めて、いやそうなんよ、ねねえ、うん、なんかさ、そのチケット代の話だけどさ、うん、あの、うんうん、チケット代がさ11111だった頃が懐かしくない、懐かしい懐かしい懐かしいなんかあの時も333じゃなかったね、33333じゃなくてよかったよ、うん、逆に ね、うん、そうそう、あの時も、うん、なんか最初11111は、うん、なんかあの時代のというか、うんうん、他のアーティストよりちょっと高かったイメージがあって、うんうん、そうだから、あ、やっぱちょっと高いな、でも1にこだわってるなと思ってたけど、うんうんうん、曲数も少なかったしね、その頃ね、うん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 、そう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 、あれいつまで1111だったっけ、ねホールは違うかったよね、1111はあれは1111だった、あのザファイストファイナルが、そうだよね、うんうん、うんうん、ワンマンショーはワンマンもじゃないのかな、まあ、確か当たんなかったけどね、うん、プラチナチケットね、ったけどね、そっかそっか、そうそう、懐かしい、あの頃と思って、懐かしいね、わ忘れてたそうよそうよ、もう、ね、あの、うん、なんか最初はなんか集計難しそうだなと思って、そこ収益計算そ, うそこなんって思ってたけども、うんうん、自動じゃないの、今 A 席ももう、うん、そうねエクセルとかでやってないと思うわ、うん、やってないと思うわやってないよA 席でさえ11000だからね、ね、うん、ね、いや、うわ悩む、うん、でもこの空間に入れるだけでね、 いいからだよ、もう、うん、まあ確かに ね、うん、究極ね、まずね、だってさ見たことない、ま、当たるかどうか分かんない、これをも見れるんだよ、うん、ね、そうそう、うん、なんかさ、あの B1 の時にさホールツアー、うんうんの、うん、私初日行ったんよ、ね、広島が初日だったんだけど、うんうん、ホールツアー初日に行けて、うん、その時にびっくりしたん、うん、この前出たばっかりのアルバムにこんなにこれをみんな全曲踊るんだと思ったし、これをバチバチ歌ってるんだと思って、うん、それをまた味わえるんだなと思ったら、それがすごい楽しみ、確かに ね、 ね、ね、確かにその付加価値あるよね、うん、やっぱりアルバム引っ提げてのツアーは絶対に行きたいから、うん、うんうん、そうね、うんうん、あのアルバム曲やるって考えると、うん、見たいよね、見たいんだよね、見たい見たい、うんうん、いやもうね、じゃあ2人は期限来ちゃうから、もう、うん、期限来ちゃうから急いで、ね、うん、急いで申し込まないと、うん、ね、そうだね、うん、いやもう S だな、私は S か、 S、 もうちょっと念を込めながら、うん、ポチッと S を、うん、アップグレードはする、うん、一応応募しようと思ってる、うん、うん、もうなんかチャンスがあるなら、押せるものがあるなら押したい、うん、そうだそうだ
そうだねそうだね、アップグレードって押せるボタンがあるなら、うんうん、押したい。ね、よくを言うなら SS で見たいよねやっぱりね。そうそうそう、うん、そうそう、チャレンジだけして。ね、そうだねそうだね、確かにね、うん、そうダメだったらダメでね、もう、うん、天井席でも全力で盛り上がる、こう、うん、心持ちはあるから、そうそうそう、もう怖くても進もう、そうだね、ボタンポチッとすだけはちょっとしたいかな、うん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 、前回のさ強制の時にさ天井席、うん、天井、うん、一番上の席で踊り狂ってる人がいて、もう全然見えたんだよ、アリーナから。でめっちゃ踊ってくれてるってメンバーも言ってたんだよ。だから、天井席になっても関係者じゃないんだ、見えてるから踊り狂おう、踊り狂うじゃん、ね、そうしようそうしよう、うんうん、そうだね、練習してく、うんうん、マジで踊ってたから、検証になるよ、本当にめちゃくちゃ見えてたから、うわ嬉しいってなんか思った、私も思ったから、あのメンバー絶対嬉しかったはずだから、天井席でも踊り狂おう、わーちょっと鍛えよう、ね、鍛えよね、本当だよ、鍛えよ、本当に右手だけ鍛えて、ね、うん、2時間踊れるだけの体力をね、本当本当、ちょっと大きめに振らないといけないからね、うんうん、その時は、あ、そうね、そうしよう、そうそうそう、伝わるようにね、そうしよう、ね、いや本当みんながね、うん、こう、うん、チケット当たってまたねドームの話ができたら、うん、本当だ、本当できますように、ね、祈りつつ、祈りつつ、忘れずにポチッとね、うん、しましょう、そうしましょう、うん、はい、はい、そうしましょう、はい、ではでは、お疲れ様でした、お疲れ様でした、当たりますように、ありがとうございました、当たりますように。